みなさんこんにちは滋賀マザーズジョブステーションキャリアカウンセラーの市岡めぐみと申しますよろしくお願いいたしますここではお仕事探しの前段階としての自己分析についてお伝えいたします自己分析と聞くと学生の就職活動の時にやったななんだか大変そう具体的に何をするのかわからない などとイメージされる方もいらっしゃるかもしれません皆さんの再就職活動においてもとても大事な準備順になりますので一緒にポイントを見ていきましょう子どもの誕生によって私たちは役割という面で大きな変化を経験していますまずは親としての役割が誕生しましたね養育にエネルギーを注ぐことはもちろん子どもをどんな風に育てたいか どのような人生を歩んでほしいのかそんなことを考える機会も増えられたのではないかなと思いますまた子としての役割と挙げましたが自分の両親やパートナーの両親それぞれ祖父母の誕生です彼らとの関係調整を行う機会が増えたなと感じられる方も多いのではないでしょうか家庭生活を築く役割 家事をすることとか家計の管理も担っておられるでしょう家族と社会との交流を深める役割というのは例えばご近所のおじさんおばさんから声をかけられることが増えたなとかいうご近所付き合い自治会への参加などのことを指しますお子さんを通じて子育てサークルなどの地域のコミュニティに加われたり PTA 役員などを経験されれるる方もおられると思いますこれらのような役割のことを人生の役割とライフキャリアの視点からは申し上げるのですがママになってこのように人生の役割に変化が起こっていると自覚することはここれから働くととを考えるうれででても大切です是非ご自分でもそれぞれどんな役割をどれくらいになっているか 考えてみてください人生の役割の変化に伴って働くことに対する考え方にも変化が起きたかもしれません理想の働き方はとお尋ねすればきっと10人トイロのお答えが出るでしょう子育てをメインにしたい給与とやりがいは大事長く働きたいやりたい仕事を続けたい育児優先で正社員がいい 在宅でフリーランスに挑戦したいなどこういうことをなんとなくイメージするだけでなく言葉にして表すことで働く上で大切にしたいことが何かが見えてきますまた働く目的についても考えてみましょう例えば生活費に充てたいだとか家族旅行の資金づくりをしたい子どもの教育費のためといった家族のため 子どものためといった目的を例に挙げてみましたまた社会貢献したいスキルや資格を活かしたい成長していきたいという自分のためにといった目的も例として挙げてみました時間ができたのでとかみんなが働いているのを見てというのは目的というよりはあくまできっかけかもしれません 働く目的はいくつあっても良いです皆さんの働く目的はこの中に当てはまるものがあるでしょうか複数あった場合それらの優先順位はどうでしょうかぜひ書き出してみてくださいそうすると具体的な条件に落としていきやすくなります子どもの教育のためなら月にいくら年収いくら時間ができたなら 何時から働いて何時には家に帰りたいなどといった具合ですお仕事を探し始めると多くの選択肢が出てきて迷うこともしばしばです具体的な希望条件にも優先順位をつけて今の自分が譲れない部分妥協できる部分を明確にしておくと現在の自分のライフスタイルと合う仕事を見つけやすくなります就労相談をしていると 働きやすい仕事を探したいですというのを分解してみますと人それぞれでその方々の人生の役割や働く目的によって異なっているなと思います。実際には休日のことや働ける時間帯の融通が利くことお子さんの急病などでも休みが取りやすいことなどを挙げられる方が多く見られます。 子育て中のママに限ったことではありませんが、これから働くということが、ご自身の負担になっては意味がありません。今のご自分にとって、どういう部分があれば働きやすいのかを明確にし、先ほど申し上げました、働く目的とも掛け合わせると、希望する求人の条件を整理しやすくなるでしょう。働き始めると、子供にじっくり向き合えず申し訳ない気持ちになりそう。 家事が完璧にできなないい、かもしれない働けるだろうか働いていいのだろうかなんて不安な気持ちになるかもしれませんそんな気持ちで働き続けることは私にとってもそして何より子どもや家族にとっても良くないことです私が働くことは家族みんなに良い影響が与えられると良いようですね子育てと仕事の両立のコツは 時間配分の取り方や効率の良い家事の進め方といったコツのようなものも一つにはあるかもしれません。しかしまずは自分の価値観というのは「私はこれです」とずっと決まっているものではなくて出産・子育てを経験され変わってきているものです。例えば 家族との時間が大事自立できるだけの収入を得ることが大事自分が笑顔でいることが大事趣味の時間が大事など価値観が満たされると嬉しいですし逆に満たされないと虚しくなったり悲しくなったりするかもしれません。満たされるなら頑張れるという意味では価値観はエンジンとも言えます。 自分の価値観を時間尽くせずにただ頑張ると無駄にエネルギーを使ってて疲れれししままうことももあるかもしれませんですから自分の価値観について自覚することはとても大事だと考えますでは「皆さんの価値観は何ですか?」という質問をするとちょっと抽象的で答えづらいかもしれませんね。これまでに挙げさせていただきました「人生の役割」。 いや働く目的の答えも皆さんそれぞれの価値観がベースになっています市がマザーズジョブステーションでは専門のカウンセラーとお話を進めていただくことで皆さんの価値観を整理しお仕事探しを進めていかれるためのサポートをしていますぜひお気軽にご相談くださいご視聴ありがとうございました